姫路港は兵庫県姫路市に位置する港湾。港湾管理者は兵庫県である。港湾法上の国際拠点港湾に指定されており、関西地方における海運や物流、貿易の重要拠点である。また、高速法上の特定港に指定されている。港湾区域は東西 18km 以上にも及ぶ大型港で、鹿間港区、広畑港区。 阿保市港区の3港区に分かれている。1988年にオープンした不定期航路便用の旅客ターミナル。当施設がある鹿間港区鹿間不登には水深10から12メートルのバースを備えており、大型外交、クルーズ客船の接岸にも対応している。1996年に姫路港ポートセールス推進協議会が設立されてからすでに 富士丸やオイローパといった大型外交客船をはじめ、中小型外交客船のクリッパーオデッセイや、スピリット・オブ・オセアヌスが都市に複数回寄港するようになった。当施設は総面積1110平方メートルの大型ターミナルでイベントホールとしても使用されている。小戸島及び家島諸島への定期航路が発着している。国道436号の海上区間に相当する。 家島諸島へ複数の会社が航路を運行している。2010年3月27日より、姫路市営バスは新規バスへ移管した。市営バス時代の姫路工業は、姫路駅北口にあった、千バスターミナル発着であった。港が開くリマの未来姫路港、開港50周年記念事業、第41回姫路、港祭り会場花火大会のご案内。 姫路市、2019年7月28日へ閲覧、ありがとうございます。